世界の皆さんこんばんは、ヒカリームです。でここはですね、東京都の多摩ニュータウンのところにある大規模商業施設のグリーンウォーク多摩の入り口のところになります。でここもここのグリーンウォーク多摩ももう年末年始とクリスマスが近づいてきたんで、イルミネーションが飾られてますね。ということで今回はこのグリーンウォーク多摩のイルミネーションの様子を短い時間だけど録画をしようと思いますよ。グリーンウォーク多摩は京王堀之内駅からバスに乗って10分ぐらいかのところにある大規模商業施設ですね。出来上がって今年でもう16年目か18年目かそのぐらいになりますね。向こうの方のイルミネーションはあんな感じで、こちらの方向に行くと本格的ですかねという感じですよ。で階段がありますが、階段のところにイルミネーションがありますね。階段のところにこんな感じでイルミネーションがあります。それとあとはグリーンウォーク多摩は大きく分けると、この辺にあるのはファッション棟ですね。ファッション関係のお店が集積しています。で向こうの方にクリスマスツリーが飾られてますね。きらびやかなクリスマスツリーが飾られています。でこの辺はファッション関係のものが店舗が集積していて、でここにクリスマスツリーがあって、イルミネーションが綺麗ですね。で向こうの方にはミスタードーナツとスチローがあってという感じで、あそこのイルミネーションも綺麗ですね。でここのクリスマスツリーのイルミネーションがキラキラ輝いていて、もう一回エスカレーターに乗って上のエリアに行ってみましょうか。で向こう上面にエスカレーターがあるんで、エスカレーターを使って上のエリアにちょっと行きたいと思いますと。今現在上に向かってそのエスカレーターに寄っているところですね。あそこにあるのはニトリですね。あそこにあるのはニトリです。でこちらにあるのはニトリですね。
家具インテリアのニトリですね。こちらにあるのが、で向こうの方向にあるのが家電量販店としておなじみのヤマダ電機になります。であちらにあるのはダイソーで、この地域では多分結構規模の大きいダイソーで品取れが豊富でしょうね。ここにサンタクロースのイルミネーションがありますね。サンタクロースと雪だるまがいて、あとアーチがあって、トナカイとあと雪玉がいてという感じで、クリスマスのイルミネーションがあります。でここはダイソーですね。さっきも言いましたが、結構規模が大きくて品ぞれの豊富なダイソーだと思います。であっちにはライトオンがあって、ユニクロがあってという感じで、ファッションとかスポーツ関係のものがありますね。ここにもクリスマスのイルミネーションがありますね。ツリーがあって、サンタクロースがあってという感じで、でここは手すりのところがキラキラと輝くイルミネーションになっています。でこちらの方は床屋さんになっていて、こちらの方は床屋さんになっていて、こっちの方は美容室になっているんですね。こっちの方は美容室になっています。床屋と美容室が並んでいますね。それでここには洋服の高橋があって、洋服の高橋が入る前は焼肉屋さんが入ってましたね。で焼肉屋さんも結局は立ち行かなくなりましたが、でこちらの方も手すりにイルミネーションが施されています。こちらは洋服の高橋で、ここにはグリーンウォーク歯科という歯医者さんが入っていますね。でこれはですね、向こうの方にホームセンターの港南がありますが、これは港南の方向に向かう連絡通路ですね。とりあえず下に降りましょう。向こうの方にイルミネーションがありますね。で階段を使って1階の方向に、階段を使って1階に降りています。でここにはスポーツデポがあって、あちらにはスポーツデポがあって、で真ん中にクリスマスツリーのイルミネーションがあって、でこちらの方向にはゴルフファイブがあって、でイルミネーションがあって、
で、この辺はファッション関係の店があって、靴の ABC マートがあって、ハニーズがあって、向こうの方には紳士服のコナカがあって、あっちの方にはジーンズショップのライトオンがあって、ここにはユニクロがあってという感じになってますね。とにかくクリスマスツリーが目立ちます。で、この辺はレストラン棟になっていて、食堂とかがあるエリアですね。あそこにミスタードーナツがあって、ミスタードーナツの正面が回転寿司屋のスシロー。この辺はフードコートですね。この辺はフードコートですね。向こうの方に1トイレがあって、あとはサーティワンアイスクリームがそこにあって、サーティワンアイスクリームの隣に三ツ矢堂製麺というつけ麺屋さんがあって、その隣が武蔵野中華坊というラーメン屋さんになります。で、ここにはマリオンクレープと、あとたい焼きとかたこ焼きを売っているヤッコダホという店があって、武蔵野餃子坊の隣にマクドナルドがあって、で、マクドナルドの前のところがああいう感じで手すりに綺麗なイルミネーションが施されてますね。マクドナルドの前のところの手すりにもこういう感じで綺麗なイルミネーションが施されています。それで、マクドナルドの向かいにあるのがサブウェイですね。サンドイッチを売ってるサブウェイにあります。それで向こうの方に行くとホームセンターのコーナーがあって、向こうの方に行くとベルクリーになります。で、自分はたまにニュータウンのエリアに住んでるんで、このグリーンウォークたまは結構利用しますね。ということで、今回のグリーンウォークたまのイルミネーションと、あとグリーンウォークたまの店舗を紹介する動画もこの辺で終わりにしましょうか。この辺でとにかく終わりですね。まあ、イルミネーションの規模として言うと結構小さいと思いますが、それなりのものあったのかなという気もしますよ。ということで、グリーンウォーク多摩のイルミネーションをヒカリニウムが紹介しましたということですね。ではでは。